第12代マールバラ公爵、チャールズ・ジェームズ・スペンサー・チャーチルは、イギリスの貴族。誕生から、父が爵位を継承する1972年まで、サンダーランド伯爵1972年から、自身が爵位を継承する2014年まで、ブランドフォード公爵の儀礼称号で称された。愛称はジェイミー。1955年11月24日、後に、 第11代マールバラ公爵を継承する、マールバラ公爵家の法廷推定相続人、ブランドフォード公爵ジョン・スペンサー・チャーチルと、その妻スーザン・メアリーの間の次男として生まれる。長兄サンダーランド伯爵ジョンは創生していたため、着男としての出生だった。マールバラ公爵家の法廷推定相続人の、法廷推定相続人として、生誕時より、 サンダーランド伯爵の儀礼称号で称されるハーロー公を卒業し、王立農業大学で学ぶ。1972年3月11日に祖父の10代マールバラ公、ジョン・スペンサー・チャーチルが死去し、父が第11代マールバラ公爵位を継承した。それに伴ってブランドフォード公爵の儀礼称号で称されるようになる。 薬物中毒者として著名で、1995年には偽造処方箋を使った過度で1ヶ月投獄された。2007年には危険運転とロードレージ行為を行った過度で6ヶ月の懲役刑の有罪判決を受けた。2014年10月16日に父が死去し、第12代マールバラ公爵位を継承した。2014年10月16日の父の死により、 以下の爵位を継承した。1990年にレベッカ・フュー・ブラウンと最初の結婚をし、彼女との間に以下の一子を設けた。1998年にレベッカと離婚し、2002年にエドラ・グリフィスと再婚。彼女との間に以下の二子を設けている。ありがとうございます。